はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きをやっていこうと思います。ミリシャの探影探しですね。まあロストマウンテンに埋まってるみたいですけど、とりあえず中継地点が新しくできたので、ここから探索を始めていきましょう。こっち側でいいのかな、とりあえずは。 OK、そうだ、高生山とかいう山を突破するんでしたね、話では。よし、準備はいいな。ここから先が高生山だ。ギャーン、キー。山の奥から怪獣たちの咆哮が響いてきた。嫌な鳴き声だぜ。まったくだ、何見てんだ。さあ山へ入るぞ。ヒーローたちが高生山に入ったようですね。キャンサーゾディアーツを呼びなさい。は、あ、もう来ております。いやいやいや、これはユートピアの旦那、私が発掘したメダル当たりだったでしょう。さあ、あの大量のメダルを得り分けるにはまだしばらく時間がかかりますからね。それよりあなたに新たな任務があります。ある男が異常なほど恐れている力がこのキューブのどこかに眠っているそうです。その力の調査をお願いします。はは、承知いたしました。それとサジタリウスゾディアーツ様から面白いゾディアーツを一人預かっています。あなたの部下にとおっしゃっておりました。今回の任務に役立ててください。サジタリウス様が私に、嬉しいね。じゃあこのまま進んでいきましょう。怪獣たちがメインで出てくるんですかね、そうすると。あ、レギオノイドがいる。とりあえずご了承して。ちょっと待て、うわ、こいつはめんどくさいな。ランドスラッシュストライク8か、結構使うよな。おお、154も持ってる経験値。このままこっちの方へ進んで、アイテムか、ライフキット。もう完全にでけえ山だな。リクガメヤミーが超めんどくさい。フレームシューティングを使ってみますか。何だったな今。前方から戦闘音が聞こえてきた。グロー、近いぞ。怪獣同士が戦っているのか、行ってみるぞ。あれ、勝手に進んでる。この辺りだと思ったんだが、もう戦闘は終わったのか。足跡があるぞ。ああ、こいつは怪獣の足跡だな。そのようだな。ん、隊長見てください、こっちにあるのは人型の足跡じゃないですか。人型っていうか人はいないだろ。何？本当だ。ここで戦っていたのは怪獣だけじゃなかったのか。この足跡の持ち主はどんなやつなんだろうな。怪人か？宇宙人か？ヒーローって可能性もありますぜ。ああ、確かにな。よし、とにかくこの辺りを探索しよう。あれ、調べる調べるになってる。そこかしこに足跡がある。怪獣のものと人型のものが確認できた。なになになに、あ、別に前方を調べるわけじゃないのね。
あ、なんかいるとか思ったら何かいるじゃねえよ、もういなくなっちまった。あれはまあ逃げてく感じかな。そうすると、陸がなんちゃらがいるな。あとは押していけるっしょ。いや、ゴッドガンダムのマシンキャノンがめっちゃ役立ちますね。ゴー。相変わらず不気味な鳴き声だぜ。巨体で壊されるんだよ。ヒール2が欲しい。ヒール2が、お、なんだなんだ、グオグオグオ、なんだ後ろだ、マジでケムール人、ケムール人なんだ、生っちょろい体してやがるな。これならいけそうだ。シャー。ケムール人は頭の触覚から消化液を噴射した。なんだこの液体か、体が消える。うわー、どうなってんだ、消えた。おい、嘘だろ。ゴーゴー、てめえ仲間をよくも。は、早い、下がれ、危険だ。シャー、しまった、液体がボルジャーノン。うわー、ゴーゴー、くっ、このままじゃ全滅だ。一旦引いて立て直そう。仕方あるまい。ゴーゴー、お、追いかけてきてやがる。こんくらい早く走りてえなここまで来れば大丈夫だろう大して進んでねえじゃねえかよそこを曲がったところで対策を練ろう。いるなんかホラーになってきたな何、引けー。ま、回り込まれた。早い。くしゃー。おっと。今度はこっちか。当たるものか。いかん。消耗する一方だ。どうすれば。ウルトラ燃力。燃力かな。グオ。ん？動きが止まったぞ。なんだかわからんが、とにかく今のうちに引くぞ。早い早い早い今度こそ追ってこないな。さっきの声一体何だったんだ。まあ助かったからいいじゃないか。しかしまさかこんな形でボルジャーノン隊が壊滅するとは。いや、ここは戦場だ。悔やんでいる暇はない。行くぞ。どこへ。マウンテンサイクルに決まってるだろう。このまま東へ進む方角は合っている。了解だ。ここに扉がある。まずこのリクガメちゃんをやって、で、こいつは炎だな。こいつを使うか。
がまたちょっと強くなってきたな。これどこに通じてんの？新しいとこに来たんだけど。ちょっと進んでみるか。あ、ここね。どっちだ？こっちかな？リクガメヤミーだな、毎回出てくるな。もう少しな、SP に余裕があればな。おお、なんかいる。これも逃げる系か。とりあえず一応ヒットポイントは回復させとこう。いや、怪獣っぽい。また何かいるぞ。倒さなきゃ先に進めないな。待て、キングパンドンは凶暴だ。むやみに戦いを仕掛けるな。この声はさっきの誰だ。どこにいる。おーい、ここだ。どこだ。ここだと言っているだろう。あ、ウルトラマン太郎じゃん。人型人形どっちだ。ウルトラマン太郎なのか。なんでそんな姿に。あ、めっちゃ小さくなってるってことね。あ、ウルトラマン太郎だ。わけあってこんな小さくなってしまったが、詳しい話は後にしよう。キー、気づかれた。キーが危ない。うわー、くっ、ホルジャーの舞台さえいればこんな怪獣一匹ぐらい。私も本来の姿であれば早く大きくなりたい。なんだそりゃ。聞くぞ。聞いてばっかりだな。はあはあ、やつは追ってこないようだな。どうやらキングパンドンはあの場所に居座っているようだ。くっ、怪獣め、高生産に入ってから撤退続きじゃないか。まあ落ち着け、対策を話し合おうじゃないか。その前に太郎、なぜ人形なんかになってしまったんだ。私もみんなと同じように調査に向かう途中、異変に巻き込まれ気づいたらここにいた。しかもダークスパークスの影響で力を失うどころかこのような姿にまでなってしまったのだ。ダークスパーク？私も詳しくはわからないが、特にこの付近に影響を及ぼしている闇の力のようなものらしい。私だけでなく多くの怪獣や聖人が人形の姿、スパークドールズにされてしまったようだ。スパークドールズというのか。ああ、ところが何者かがスパークドールズ、SD を実体化させ、暴れさせているようなのだ。ではキングパンドンも？おそらくケムール人や他の怪獣も可能性は高いだろう。何でもいい、俺は部下の仇が討ちたい。部下を失ったのか。ああ、ケムールってやつに妙な液体で消されてしまった。消去液だな。だったらケムール人を倒せば救出できる。本当か。だが私が見たところ君たちは戦力不足だ。今のままではやつを倒すのは難しい。なんだと。じゃあどうしろって言うんだ。ウルトラマン銀河と合流するんだ。彼と共に戦えば倒せるだろう。ウルトラマン銀河？プラズマエネルギーの力を宿したウルトラ戦士だ。そいつはどこにいるんだ。この高生産のどこかにいるのは分かっているのだが、正確な居場所は分からない。広すぎるな。何か手がかりはないのか。そういえば山に入って最初に見つけた足跡、人型の足跡だ。あれが気にならないか。何？ひとまずそこへ行ってみよう。戻るんかい。そして足跡どこだっけ。もう忘れちゃったよ。さあ、よし、ラストアタックを取った。一ターン取れればだいぶ楽だな。まあ当たり前だけど、そろそろまたゴッドがレベル上がりそうだな。これこっちでいいのかな。足跡足跡、
どこだっけ。このメンツか。ゴッドガンダムが若干ピンチだ。へい。お、リクガメヤミ手に入れた。これチップ入れると弱点とか見れるようになりますからね、ヒットポイントとかが。全然わからないな、どこどう行くんだ。レオパンチ一応炎が効くけど、どうなってんだかさっぱりわからない。あ、ひるんでるな。ちょっと待ってちょっと待って、ゴッドが死ぬ、死んだ。とりあえずどうする。違う、ウルトラマンが今役立たずになってんだ。ってことは回復させて、こいつはなんとかスラッシュで倒して、でなんだ、復活キットが使えないと。ほい、マシンキャノン、レギオノイド、復活キットがちょっと減ってきた。あと3つしかない。よし、あとはタコ殴り。いやー、ちょっと焦ったな。いつの間にか壊滅状態になってたかんな。回復させましょう。またザコ戦も侮れないな。そして足跡どこだっけ。マジでわからない。こっちじゃねえし、これだ、このパターンが最悪パターンだ。こいつはちょっともう普通にアタック仕掛けるしかないから、よし、これでいこう。オッケー。 SP をだいぶ消耗してんな、ウィザードが。こっちじゃなくて、なんか見る感じ最悪の組み合わせだな。ひるむからな、マジで。ミスってるし。足跡どこだ、足跡。一応地図で。なんも目的地的なものが出て、おお、なんかいる、何かいる。あれはバルキー星人、逃げられたか。おい、こっちに道があるぜ。バルキー星人が逃げた道だな。行ってみよう。何バルキー星人って。大丈夫、行って。
本道がずっと続くな。うわー、新しいやつが出てきた。見てー、いけるかこのまま。うわ、死ぬー、危ねー。次でみんなレベル上がるから、ちょっと一気にウィザードで回復しよう。ほい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 と。んちょっと待って、その前になんかあそこの広場でイベントが起きそうだからレベルを上げときましょう。平和を壊す敵は、しかもファーストアタック取れた。これはでかい。ウィザードが上がんねー。どちらかといえばウィザードが上がってほしかったのに。まためんどくせえ舞台だなこれ。なんかいいのねえかな。ビースト使ってみようっと。オッケー、よーし、さあ行くか。全然何にもなかったどっちだ。これはそのまんまでいいか。レギオロイド強えな。てっきり単なる雑魚キャラかと思ったら。お、ハロー太郎、ユーもこの世界に来ててとはね。出たな、バルキー星人。だがフォアッ、なんだいその姿は。光の国のプリンスが肩なしだな。いけすかねえ感じのやつだな。わお、一人じゃ何もできないから異世界のお仲間を見つけたってわけ。バッ、さっきから見てりゃ大したことなさそうだな。なんだと、俺たちのことを監視していたのか。ああ、だがそろそろケリをつけてやる。たった今見つけたばかりのこいつでな。その手には怪獣のスパークドールズとダークダミースパークが握られていた何言ってんだか全然わかんねえそのスパークドールはサンダーダランビアだ。こいつをダークライプするのさ。行くぜ。バルキー星人はダークダミースパークでサンダーダランビアの足の裏をリードしたもはや何語を喋ってるんだお前は。おお、バルキー戦士はサンダーダランビアへ姿を変えた。実体化した。ヒャッホー、その通り。驚いたか。そうか、この世界に充満する闇の力を集めダークライブを。エクセレント、大当たり。この世界はダークなエネルギーに満ちているのさ。行くぞ。おっとっとっと、うわ、はははなんだ、一撃でジエンドか。くふざけるなよ。キーゴー、うわー、電撃か。クソ、体が動かねえ。ダメだ、強すぎる。オーケー、まとめてとどめを刺してやる。フィニッシュだ。キー、そこまでだ。このパターンばっかりだな。まさか。太郎、やっと会えたな。こいつは俺に任せろ。キー、ウォーリアー。うお、いいか、サンダーダランビア、本当の電撃っていうのはこういうもんだ。銀河サンダーボルト、ぐ
くわ、おもれ。おっと、避けやがったな。隙だらけだぜ。いいぞ金貨、みんな我々も続くぞ。行くぞだったし、よし引き受けた。サンダードランビア、ちょっと弱点があるかまず探りましょう。ムービー光線、なんちゃらスラッシュ、ウォータースラッシュ。おっと、ふん、こいつはちょっと回復に回ろう。風が効くかな。わけではないな。お、マシンキャノン、このビーム系が効くな。ってことはエネルギー効果か。こいつは何もない。フレイムなんちゃらストライク、ドラゴンブレスは敵全体か、だから攻撃力が弱いと。ドラゴンテール、ビーム系が欲しいな。ビーム系が、まあいいや、ヒールで回復しよう。いてー、よしよしよし。なんでメテオを使うと。フレームなんとかストライク、よしよし、オッケー。ラッシュゲージが溜まったけど、こいつがな。ヒール、おお、攻撃力は強いな。もはやどんだけダメージ当ててんだかわからん。だがもうそろそろ倒せそうだな。痛い、オッケー。じゃあ最後は決めますか。バグネツゴッドフィンガー、レオキック、ツインスラッシュはいいや。攻撃、ストライクドラゴン、おお、ショータイムだ。ファイナルタイム、オールドレゴ、魔法の力見せてやるよ。いっぱい出てきた。胸から出てんのがかっこ悪いな。それ以外はかっこいいんだけど。俺は最後の希望だ、こいつで決める。フィー、おーつえー、ヒーロー技で勝利。サンダーザランビア、くわー、やった。倒されたサンダーザランビアはバルキー星人の姿へと戻った。うう、銀河が出てくるとは、アンビリーバボー。むむむ、手持ちのスパークドールズもない。今回はここまでだ。おい、こら待て、逃げ足の速いやつだ。みんな怪我はないか。大丈夫だ、おかげで助かった。ところでこの世界は一体何なんだ。妙な異変に巻き込まれて目覚めたらここにいた。ヒーローたちはこれまでの経緯を説明した。なるほど、
要するにそのかけらってのが敵の手に渡ったらマジでやばいってことだな。おお、その通りだ。理解が早いな。ってことはもしかしてバルキー星人もかけらを狙ってんのか。まだわからないが、あの様子ではまた我々を妨害してくるはずだ。俺たちははっきり言って戦力不足だ。そのために味方となる力を探している。銀河、お前のその力俺たちに貸してはくれないか。もちろんだ。あんたたちの話を聞いてわかった。俺がここに取り込まれたのも運命だ。この力、悪の野望を砕くために使っていくぜ。そうか、そりゃ助かる。ウルトラマン銀河、新たなウルトラ戦士か。よろしくな。ああ、よろしく。ウルトラマン銀河が仲間になりました。さて、当面の我々の目標は。ちょっと待ってくれ。サンダーダランビアのスパークドールズはどこだ。おお、忘れるところだった。やつらは倒すとまたスパークドールズに戻るのだ。どこかに落ちてるはずだ。あったあった。よかった。これがまた敵の手に渡ったら倒した意味がないぜ。確かにこれも力だ。敵に悪用されてはまずいな。よし、で当面の目標はなんだ。バルキー星人を追うのか。いや、まずはボルジャーノンを救出するためにケムール人を倒したい。ケムール人ならさっき見かけたぜ。追いかけ回されたら厄介なんで手出しはしなかったけど。そこへ行ってみよう。場所を教えてくれ。わかった。マップに目的地が表示されました。マウンテンサイクルを目指せ。とりあえずウルトラマン銀河も仲間になったんで一回拠点に戻りましょう。ブリーフィングルーム。パーティー編成で、ウルトラマン銀河をちょっと見てみましょう。銀河、ほんほんほん、エネルギー攻撃力が強いな。もうエネルギー攻撃力一番高いな。ウルトラマンレオは物理攻撃力が強いのか。どうしようかな。ウルトラマン銀河早いなと。ただ技術と精神がちょっと低いか。どうしよう。まあ新しく来たしウルトラマン銀河使ってみようかな。というところで、じゃあちょっと編成をして、まあウルトラマン銀河入れるか入れないか分かんないですけど、ちょっといろいろ見てみてから、また次回やっていきたいと思います。それでは今回はこれで終了します。